アメリカ海軍最新鋭ステルス艦ズムウォレトが横須賀に初寄港との情報をキャッチしました。今回はステルス艦ズムウォレトを詳しく見ていきますね。それにしても Z の文字が書かれていますが、ズムウォレトの意味ですね。デザインがガンダム的です。2022年9月26日、神奈川県の在日アメリカ軍の横須賀海軍基地に、同海軍の最新鋭のズムウォルト級ミサイル駆逐艦の1番艦、ズムウォルトと、インディペンデンス級沿海域戦闘艦の12番艦、オークランドが入港した。ことに、ズムウォルトは、日本への初入港となったが、本拠地を横須賀海軍基地に構える、アメリカ海軍の第15駆逐戦隊に配備され、これは日本の故安倍元首相の国葬へのアメリカのハリス副大統領の来日に合わせた形である。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は満載排水量が 14,564 トン、全長が 182.9 メートル、全幅が 24.6 メートルの艦体を持ち、アメリカ海軍の水上戦闘艦として史上初の IPS、統合電気推進方式の機関部を搭載している艦艇でもある。この IPS、統合電気推進方式は、艦艇に必要な推進力を与えるための電力と、搭載する各種の、兵装や電子機器類を稼働させるための電力の共用化を図るもので、1機あたりの出力が、35MW、47,000馬力に達する。大型発電機を2機備えている。これ以外にも、1機あたりの出力が 3.8MW、5100馬力を誇る2機の発電機をサブとして搭載しているが、現行の運用であれば、そもそも1機の大型発電機のみで対処が可能であるとされ、以後の拡張性にも余地を残している。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦では、これまでの水上戦闘艦に多く見られたようなマスト形式が全廃されており、レーダーセンサ類も環境構造物に内蔵する形であるため、突出した箇所がデザイン的にはほとんど見当たらない。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦の全部の甲板には、単装砲である155mm 先進砲システムが2機搭載されているものの、ここにも艦のステルス性を追求するため、未使用時には、カバーがかけられた形状が採用されている。そのため、今回横須賀基地に停泊した、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦を見ても、まるで偽装の途中でさえあるかのような全体に、抑揚の薄い印象であり、同級の最大の特徴ともいえる、近未来的なシルエットを、遺憾なく披露している。さて、このズムウォルト級ミサイル駆逐艦の主砲である155mm 先進砲システムだが、誘導型ではない砲弾でも最大射程距離は 40km 以上、 GPS もしくは INS による誘導砲弾では最大射程が 130km 以上とされてきた。この誘導砲弾はその長射程と命中精度から、今後のアメリカ海軍の水上戦闘艦の艦砲として、強力な支援能力が期待された火器ではあったが、射程距離の延伸が目覚ましい巡航ミサイルの進化もあり、2016年に調達が中止された。その2016年の時点では、155mm 先進砲システムに変えて、電磁気力を応用したレールガンを実装する計画も、同時並行で進めれていたものの、こちらも、現在では、アメリカ軍は、その開発を中止しており、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦の大電力を生かす兵器は、出てきていない。現状では、155mm 先進砲システムの大太平装としては、MAC、多連装ミサイル発射艦が有力と見られており、1機で7発のトマホーク巡航ミサイルを搭載可能なため、これを155
ミリ、精神砲システム1機につき3機で置き換えるものと考えられている。これが実現した場合には、6機で42発のトマホーク巡航ミサイルを、スムウォルト級ミサイル駆逐艦は新たに装備する計算となるが、今のところは1番艦のスムウォルトから艦装が見込まれているだけで、具体的なスケジュール等は明かされてはいない。ミサイルという観点で見れば、スムウォルト級ミサイル駆逐艦の主兵装は、マーク 57VLS 垂直発射艦であり、従来のアメリカ海軍の水上戦闘艦の標準装備である、マーク41と異なり、こちらは、髪型から見た場合には、甲板の両端に配置される形式となっている。スムウォルト級ミサイル駆逐艦の、マーク57VLS 垂直発射艦は、縦に4つのセルを、ひとまとめとして、前方の甲板に12機48セル、後方の甲板に8機32セルの構成となっており、合計では20機80セルが装備されている状態である。このマーク 57VLS 垂直発射艦からは、対空兵装としては、艦隊防空用に、リム162 ESSM、中距離向けの SM2、そして、弾道ミサイル防衛向けの SM3 等、複数の対空ミサイルの運用が可能で、ことに、リム162 ESSM は、直径が細いために、1セルに4発を収納可能となっている。また、これらに加えて、対地攻撃用の兵装としてはトマホーク巡航ミサイル、対潜水艦戦闘用には、垂直発射型の RUM-139VLA も運用が基礎されていたが、先の SM2、SM3 と同じく、RUM-139VLA もコスト面から実際には装備されていない。このように、主砲たる 155mm、潜水砲システムをはじめ、マーク 57VLS 垂直発射艦も当初の予定通りには活用されていないのが、スムウォルト級ミサイル駆逐艦であるが、そもそもの建造のコンセプトが、今のアメリカ海軍に必要とされていない艦が強い。もともと、スムウォルト級ミサイル駆逐艦は、旧ソ連邦との冷戦末期にあたる1980年代の終盤に、これまで大型原子力航空母艦を中核とする空母打撃群が、その艦載機によって担ってきた対地攻撃能力の一部を切り出そうとの構想から生み出されたものだ。今も現役艦としてアメリカ海軍で就役中であるタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、こちらは全石体液積みのスプルアンス級駆逐艦等を代替する水上戦闘艦として、スムウォルト級ミサイル駆逐艦は企画され、当初は32隻の建造が見込まれていた。しかし、21世紀に突入した2001年、スムウォルト級ミサイル駆逐艦は、重兵装も相まって、すでに排水量的には巡洋艦と呼ぶに相違ないほどの規模に達しており、その巨体は当初想定された地上目標への攻撃のために陸地沿岸部に進出することは危険だと見さされ始めた。これは、富に射程距離が増加した地対艦ミサイル等による敵の攻撃や小型船による自爆攻撃を回避することが困難と判断されたためであり、こうした用途に向けては、もっと小型で安価なフリーダム級やインディペンデンス級の沿海域戦闘艦で対応する方針へと変化した。こうしたアメリカ海軍の運用方針の変遷によって、スムウォルト級ミサイル駆逐艦は、2005年には、将来に向けた技術の実証を行う艦艇とされ、2009年に、3隻のみの建造とすることが最終的に決まり、当初のコンセプトそのものが否定される不遇な艦と化した。スムウォルト級ミサイル駆逐艦の最終の3番艦であるリンドン P
ジョンソンは2018年に浸水を終えてはいるが、現在まだ建造中であり、再来年の2024年を目途に収益が見込まれる状況となっている。さて、今回横須賀基地に入港した、もう一隻のインディペンデンス級沿海域戦闘艦の12番艦、オークランドだが、満載排水量が3104トン、全長 127.4 メートル、全幅が 31.7 メートルの艦体を持ち、世界的にはフリゲート艦に区分されることが多い。インディペンデンス級沿海域戦闘艦は、一目で、他の水上戦闘艦とは異なる形状をしていることがわかるが、これは、最大40ノットの高速力を発揮するための工夫であり、山道船と呼ばれる民間の高速船でも採用されている、形状である。インディペンデンス級沿海域戦闘艦は、主兵装として、ボフォース社製の、57、ミリ単装速射砲、マーク、110を1機、短距離用の対空兵装、ミム116を1機搭載する程度で軽武装だが、近年のアメリカ海軍における沿岸警戒任務に重武装は求められていないとも言える。